大煙突鹿児島県立鹿児島工業高等学校は、鹿児島県鹿児島市総、無他二丁目に所在する県立工業高等学校。四角校の通称で呼ばれている。1908年に鹿児島軍立工業徒弟学校として開校。全国の多くの工業高校と同様に男女教学であるが、生徒の9割は男子であり、2万人を超える卒業生を送り出している。 本校のシンボルとして1920年に作られた、レンガ作りの大煙突があり、校歌にも歌われている。2004年6月9日に、文化庁の登録有形文化財に登録された。学校及び全国的な通称は、地下校。ただし、鹿児島市内近郊の住民は、通称が言いづらいせいか、工業と呼んで、同じような通称を持つ鹿児島高等学校と、区別している。 一年次は、類別に、二年次及び三年次は類ごとに設置された、K によって、学級編成され、所属する、K は一年次の二学期末に選択する。全国高等学校サッカー選手権大会に4回出場している。2回先進室は最高。全国高等学校ラグビーフットボール大会に11回出場しており、県内では、 鹿児島実業高等学校と並ぶ競合。3回戦進出が最高。春高バレー男子の部に8回出場しているがすべて初戦敗退。県内では鹿児島市立鹿児島商業高等学校に次ぐ競合。2020年の春高バレーでは初めて初戦を突破し2回戦に進出したが、東亜学園に2-0で敗退となった。末広杯に3年連続出場。 総体でも 100M バタフライ個人1位などの成績を収めている。2007年高校総体にて男子優勝。2006年の鹿児島県立歌塾工業高等学校に続き、鹿児島県政の2連覇に貢献する。1998年には全国高等学校球道選抜大会にて女子が優勝した。AB 鹿児島県立鹿児島工業高等学校。 大煙突鹿児島県立鹿児島工業高等学校大煙突文化遺産オンライン南日本新聞社3 7 3ースドットコムありがとうございます。